TC 楽器は新大久保駅徒歩0分、見てください、目の前です。こんにちは、TC 楽器の柴です。こんにちは、TC 楽器のリペア、幼いです。幼いくんと僕で2人でやるのは初めてですか？2人でやるのはちょっと初めてなんでなぜ幼いくんが今日いるかっていうとですね、スタッフ機材紹介シリーズでやっております。そうですね、第6弾までやったのかな、前回富田さんで。じゃ今回は第7弾7弾。ぼちぼちね、人も限られてくるんですけど、幼いくんもね、 TC ズプレイリストの MC やったり、ちょっとロスが増えてきてるんで。そうですね、最近ちょっと YouTube ちょくちょく出させてもらってるんで、なんでまあここいらでちょっと機材紹介やって、はい、そのおさらいというスタッフを知ってもらおうかな、ね、ありがたいです。はい、3本ですね、楽器持ってきてもらいましたんで。結構選ぶの大変でしたよ。あ、本当に何本あんの？今はエレキギター10本ぐらい。10本ぐらい、まあエレキギターなんですね。エレキ、あ、そうですね、エレキギターギタリスト、エレキギタリストです。エレキギタリスト、はい。というわけで、まあエレキ3本厳選して持ってきてもらったんで、順番にご紹介したいと思います。はい、はい、よいしょ。1本目、はい、サドースキー、サドースキー東京の RS というエレキギターですね。ハイエンド、国産のハイエンドでして、はい、これまあ某オークションで落とした、はい、なるほど、ギターなんですけど、落とした時はですね、ここのリアピックアップが、はい、昔の国産のハムバッカー、多分、はいはい、アリアプロみたいな。あ、なるほど、ちょっと変なのに変わってた。そうなんですね、うん、に乗ってまして、それは嫌だなと思って、はい、まあ、のリペアの田中さんとかと相談した時に、はい、いや、サドースキーだったらディマジオかローラー、ピックアップだろうってことで、今回もリアにローラーのインペリアルスタンダード、これを自分で乗っけました。なるほど、じゃあちょっと自分好みに改造してるっていう。そうですね、これはサドースキーなんだ。もう、こう、ハイエンドの、こういうストラットタイプが欲しくてみたいな。そうなんです。うん、自分は結構、国産のハイエンドがすごい好きで。はい、あ、なるほど、なるほど。国産ハイエンドファン。はい、そうなんです。なるほどですね。なんで、もうこれを、某オークションで落とした時はすごい喜びました、ね。なるほど、なるほど。本当にサドースキーらしくて、ネックの塗装がすごいこれ、薄いんですよね。はい、薄くて、握り心地とかも、本当に自分にぴったりに合うストラトで、さっき10本持ってる中で、一番音も良くて、使いやすいギターだと思ってます。うん、なるほど。まあ、使いやすいですよね、こういうのは。便利枠というか、何でもできる系じゃないですか、こういうストラトタイプの、こういうハイエンドとかって。しかも SSH なんで、うん、確かに幅広く対応できるのが、これお気に入りの一本ですね。迷ったらこれ持ってく的な。本当に、まあ、今スタジオとかちょっと行けないんですけど、うん、スタジオとか今度友達と行くってなったら、もうこれ絶対持っていこうかなって。何やるか分かんない時はこういうのいいよね。いや、本当に。こういうの、うん、あ、絶対一本あった方がいいですね。うん。なるほど、なるほど、はい。ありがとうございます。はい、これが一本目です。じゃあ二本目、いきまーす。これはこれはもう、あれですよね。あれですよね。見るだけでわかる。ミュージックマンの JP6 もこの、見る角度によって色変わるんですよ。ジョン・ペトルーシー。そうですね。このマジョーラのね、ギターにおけるマジョーラの知名度を上げたのはこのモデルですよね。このボディの形からして、なんか色が似合っていると俺は思ってるんですけど、一番、うん。こういうクワガタいるよね。こういう。メタリーフェル細赤クワガタって知ってる。こういう感じで。こういう感じなんですか。うん。かっこいいんだよ。ええー。買った方がいいよ、あれ。買えるやつなんですね。で、これまあ、なんで買ったかというと、ジョン・ペトルーシーが好きなんだろうって思うと思うんですけど、うん、そうではなくて、ポリフィアというインストゥルメンタルバンドがいまして、はいはいはい、それが個人的にすごい好きで、うん、その人たちが昔使ってた機材がこのミュージックマンの JP6 なるほど、なるほど、だったんですね。なるほどね。で、それで、まあ、ここで働き始めて、初めて楽器のローンを組もうと思って、はい、まあ、こいつを探して、はい、で、これが人生初のローンしたギターになります。おお、おめでとうございます。で、もう払い終えた。もう払い終えましたよ。はい、ハイエンドなんで、とても弾きやすくて、うん、なんですか、憧れてたポリフィアのようなサウンドも本当に出るので、はい、これはもう手放せない一本ですね。なるほど。あれだよね、 JP ってさ、結構ジョン・ペトルシー以外でも表に出てるようなプロでも使ってる人多いよね。結構本当にもう結構見かけるよね。
だもうレスポールに次ぐシグネーチャー、うん、使われてる率2位ぐらいなるほどね自分は思ってなるほどね。いやでも結構あるんじゃないの他にも。あまあまあまあそのぐらいね、ペトルーシが好きだから買うギアじゃなくて、このギターのこのスペックとか、まあ、出音とかそれを好んで使う人が多いってことだよね。あそうですね、うん、これは本当にそう思います。あれだよ、エディのさ、はい、ウルフギャングとかさありますやっぱミュージックマン系列は結構そういうシグネーチャーだけど大衆に受けるみたいなの多いかもしれないね。多いですね確かに、そう言われてみれば、うん、でこれで、まあ、気に入ってるポイントがもう一個、ネックがすごいこうバーズアイが綺麗で、はいはい、あとバーズアイなんでネック一応反りに強い個体だと自分では思ってるこの個体は強い、これ本当にネックなかなか強いんで、変に廃棄とかはまだしてないです、ね、なるほど。人生初ローンなんで結構思い入れのある、思い出がだいぶ深いですねこれは、うん、初めてローンで買った楽器って覚えるよね。いや覚えるんじゃないですか、さすがに覚えてるよね。津島さんって初めて何買ったんですか。僕の初ローンはあのレスポールカスタムでした、ヒスコレ。ああ、94年製のギブソン100周年イヤーのヒストリックコレクションのレスポールカスタム54カスタム、あ54アルニコと P90 の、はい、やっぱ思い入れあります、うん、ですよ、ね、すげえ値段上がってるしね今。いやいいですこれは逆に下がってちゃう最近 JP でお買い得ですよね。ちょっとお買い得なんで、うん、まあでもお買い得ってことはこれ手にしやすいのは逆にいいことなのかなと思う、うん、でも普及するからいいんじゃない。そうです、なんかね弾きやすいギターとかでまあ探してるんであれば、ハイエンドギターっていう中で買いやすい価格帯でいうとすごいおすすめしやすい金額になってきてるんで、はい、絶対色物ではないってこれは、うん、確かに即戦力になれる一本で、はい、まあそれが2本目でしたね。はい、ありがとうございます。はい、で3本目いきたいと思います。はい、よいしょ。これはシェクター、シェクターのダイヤモンドシリーズのバンシーというモデルの、まあ、フロイドローズのパッシブというモデルですね。ダイヤモンドシリーズ、ダイヤモンドシリーズ、うーん、3本目これですか、まあ、これみたいな思うと思うんですけどいやこれとは思ってないけど、なんでこれ持ってきたかと言いますと、これはあの自分が高校生の時に、うん、某池袋の楽器屋さんの朝から並ぶセールはいはいはい、で、当時14万円だったのが、うん、7万円ぐらいになってたんで、うん、もう始発で並んで、なるほどね、寒い中何時間も待って、うん、買ったんで、それはね思い出深いでしょうねこれは本当に某楽器店様のセール、はい、僕は夜から並んだことあります。本当のガチ勢じゃないですかそれは、はい、前日の夜から一応そっちに行って待機して、ああ寝袋になってって言いましたよ、あの最前列の人、うん、なんか寝てるんですよちゃんとあのその並びにいました。友達と後輩と、うん、寒かったなあれ。いやですよね、でもあれね、なんかね関東圏のキッズたちは一度経験しますよね。経験して大体あのいい思い出になってると思います、うん、でまあ、そんな某セールで買ったギターなんです。高校生の時に、高校生の時に、ああそれいいですね、それは思い出深い。でさらにですね、これはあの、うん、自分が高校生の頃組んでたメタル系のバンドでずっと2年ぐらい使ってた一本なんで、なもう本当青春の相棒ですねこれは。いやちゃんとそれをまだ持ってるのは偉いことですね。いいいい、まあ、ちょっと弾くことがあんまりなくなってきちゃいまして、うん、廃棄もすごい今ひどい状態なんで、状態がちょっと良くない。でもちょっとこれも売れないんですよ、市場が邪魔して。まあそういうのはね大事だと思います、はい、いやいいじゃないですか。でもこういう紹介するときにこう、ね、出してあげたいっていう、その思い入れは楽器は喜ぶと思いますよ。本当にこの動画にこれがあの映ってるだけでもこいつにとってはだいぶいいんじゃないかなと思ってます。ああ いいじゃないですか、すごくいい話ですね。なんかじゃ今ほとんど使ってないけど、まあ、自分のギタリストとしての、はい、なんだ歴史をたどっていくと、もうこいつは語らずにはいられないっていうことですよね。いやもう本当にそうですね、うん、これはいやこの子は幸せもんですね。なんでもこれ3本目に持ってきました、うん、じゃあ基本あれですね、おさやくはメタル系。そうですね、自分はメタル系大好きで、うん、メタル系といってもまあ幅広いじゃないですか、ジャンルも。まあまあメタル系っていうとね、ちょっとそんな安直な表現ないよね。どういう系統なの。でもチューニング下げる方、チューニング下げる方で、まあ、うん、メタルコアとかデスコア、あメタルコアね、はい、なるほどなるほど、あたりが大好きですね。近年のちょっとこの歪み量じゃなくて重い方のね。そうですね、うんうん、逆に意外と歪ませないみたいなそういうジャンル。そうそうそう、輪郭ごつくめでね一番好きなさアーティストとか
バンドは。一番好きなアーティストは、自分がメタルを聴くきっかけになった、うん、ブリングミザホライズン。ああ、ブリングミ。はい。うんうん。あのバンドが、まあ、最近ちょっとポップな。セカンドまでですよね。そう。昔は本当にデスコア、うん、メタルコア。で、いきなり、うん、なんか、EDM。なんかね、やりきったって言ってたよね、インタビューで。らしい。なんかそのジャンルはやりきったんだって。でもさ、初期の楽曲マジすごいよね。あれは本当に、あれを当高校生の時のバンド、うんうん、メンバーのボーカルから教えてもらって、うん、もう気づいたらゴリゴリのメタルに侵食されてましたね。幼いくん世代はそっか、ブリング・ミザ・ホライズンとかからそのジャンル入るんだね。そうですね。なるほどね。という感じで、はい、リペアの幼いくんの機材紹介、はい、ギター3本ご紹介しましたという感じで、何かご参考になれば幸いでございます。機材紹介まだこの後も続くかな。まだ何人かいるので、ま、お楽しみにしていただければと思います。という感じでありがとうございました。ありがとうございます。 TC 楽器ではビデオ通話によるオンラインでのご相談も受け付けております。気になる商品がありましたら、どこからでもお気軽にお問い合わせください。